タオリンの二千二十四年正倉院感想動画。その三でございます。はい、お待たせいたしました。次の私の胸を打った宝物はこちら。じゃじゃん。はい、黄金瑠璃殿。はい、十二陵橋。出ました。今回の目玉、中の目玉でございます。はい。 このね、正倉院の図録の表紙を飾っております、この鏡、これ、尻尾焼きでできてる鏡なんですよ。これが、もう本当に素晴らしかった。あのー、図録以外にも、CM というか、チラシの表紙にもなってましたので、えー、すごいのは知ってたし、あらかじめね、写真とかでいろいろ予習しておいたので、あのー、まあ、分かってたんですよ。どんなものなのかっていうことは。 でも実際見たらもう私のその脳内に整理された写真のはるかはるか上をいくぐらいめちゃくちゃ良かったんです。もうね輝きがね半端ないめちゃくちゃ綺麗で「七宝」って七つの宝って書きますでしょでもその日本はあんまりその七宝焼きが流行らなかったみたいで今まで私は七宝焼きの 素晴らしいい作品っっててうのを見てこなかったんですよねだからあんまり七宝焼きだからそんなすごいっていうイメージがなかったんですけどこれはすごいもう本当にまさに宝だわとその金よりも銀よりも、まあ、金,金とかも入ってるんですけれどもそのダイヤモンドとかそういうやつよりも上かもしれないと思うぐらいの素晴らしい輝きを放ってました。でまたこれがねちっちゃいの。 思ってたよりもすごくちっちゃかったこれ原寸大ぐらいじゃないかなもう本当にねあのー、手のひらよりちょっと大きいぐらいっていう感じだったんですよねだからちっちゃいってことはこの細工がすごく細かいかってことなんですよ当然ですけどその大きかったらこうパーツも大きくなるけどちっちゃくなればなるほど作業が細かくなるじゃないですか この細かさを目にしたらちょっとねもう尋常じゃない気分になるぐらいの凄さですでこの箱専用のごめんなさいこの鏡専用の箱も隣に置いててもうこれもまた凄す,すぎて、えー、言い出すとちょっともうあの凄す,すぎて頭がおかしくなるので現地でぜひ見てみてくださいはいでは続きましてこちらです キ、えー、キルリの小弱ヘキルリリのの弱弱ヘ今ちょっと私逆に言いましたね。はい。緑色と黄色のちっちゃい物差しが出ておりました。物差しってね、まあちょっとそのなぜ物差しを持つのかっていうのはいろいろ意味があるんですけれども、そのこれに関しては当時の人々のそのガラスの ガラスへの愛って言うんですかねなんかこの今私たちは文房具としての物差しはプラスチックとか、まあ、その大工さんとかだったら鉄とかもあんのかな可愛くないじゃないですかでもこの物差しは超絶可愛いんですよで今度最後のそのグッズコーナーでもまた喋るんですけど もうこの物差しほど欲しいと思ったものはないっていう物差しだったんですねで、焼燥院の宝物を見る時の私なりの鑑賞ポイントなんですけど技巧的にどうとかこの技術が優れてるじゃなくて欲しいか欲しくないかです皆さんぜひ焼燥院の宝物をもらえるとしたら 1>, 1個だけやで1個だけあなたにあげると言われたらどれにするのかという目で見ていただいたらそのそこにねもうこれだっていうこれをもらおうって決めたらあのポケモンと一緒ですわもう君に決めたっていうつもりで全集中そう全集中して見てもらったら他のね宝物の印象を恐れるかもしれないけれども。 今年の宝物の中ではこれだっていうのが絶対記憶に残るんですよ。で、これを毎年続けていったら、10年で10個の宝物の記憶があなたの中に宿ります。いつかね、誰もが死にますから、その時に正倉院に行った回数分のその20個なら、20年なら20個の宝物を脳裏に思い描きながら死んでいくっていうのがいいかもしれないですよね。はい。 あのめちゃくちゃあこの物差し好きですえ。続きましてこちらです。えー、深緑ルリウオ型、えー、ヘキルリのおルリウオ型、キルリのウオ型、魚の形をしたルリというものがまあガラスなんですけれども出てまして、えー、色がね。 今ご紹介したように深緑とかその緑とか黄色とかあってこれがまたかわいいんですよ。で私たちも今深緑って言葉使いますよね。このその言い方が奈良時代から変わってないんだっていうのがなんか嬉しくないですか私こういうとこすごくグッとくるんですけど。でこのね魚形の そのガラスのチャームを昔の人は腰につけていたみたいなんです。でもう形もかわいいし色もかわいいし鏡じゃないそのガラスっていうのもかわいいしもう何もかもかわいくても最高すぎるお魚ちゃんたちなんですよ。でさらにすごいのがですねこの魚の顔が全部違うんですよね。 カメラお願いします。私のこの下手くそな絵で申し訳ないんですけどだいたいこんな感じで目が点の子、えー、えっと白目に点の子目が白目な子つぶらな瞳の子みたいな感じで目がそう顔が違うのここにこうちゃんとエラとかがあってこれ全部その金とかでちゃんと描かれててこのね 魚の形だけでも超かわいいのにもうこの顔が顔が全部違うってこれどういうことで絶対にこれ身につけていた人たちは友達とかと一緒にちょっとこの魚のやつ腰につけようぜとかって「お前どれにする?」とかって「俺絶対黄色」とか「俺黄色取ろうと思ってた」みたいな。 お前深緑にしろよみたいなのがあったと思うんですよ。喧嘩したと思うの。ぜひ私たちもこれで、どの色の子を選ぶのかで、ぜひ争いたい。もう本当にどれも選びづ、難いんですけど、でももう見た瞬間に、あなたの心は決まっていると思います。私絶対この白目の子みたいなね。絶対深緑がいいとか、あると思うんですわ。 ですので、すの正倉院展は私、あのー、こうお友達と行くのもよしご家族とかねその連れ立って行くのももちろん感想が言えるから楽しいんですけどやっぱ一回は一人で行ってほしいんですよ。でとととことん宝物と向きき合っていただきたい。たただその時にこう自分の中でこう迷,迷い悩むっていうことを知るしつつでも お友達と一緒に行ったら友達と「えあんたどれがええー?」みたいな「え私絶対これ」みたいなんを言い合って「ぜひそこで喧嘩をしてほしいんですよ」あたしがこれ取るんやからねみたいなそういう熱いお魚ちゃん。でこれがこのお魚がなんか箸置きのグッズになってたみたいで「それが買えなかったー初日で売れてただって!」。ああもう悔しい。 こんな悔しい思いをしたのは私は正倉院の歴史始まって初めてです。はあまあでもちょっと他の橋置きは買ったんですけれどもね。はい、えー、では気を取り直して次の宝物でございます。こちら、はいえー、がくつ打ちの図、えーまああのー、を打つ 担当の人がいいたと思ってくださいこのこう困難かなそれともこう困難かなでその鼓を打つ担当の人が履いてた専用の靴下があったんですよでもちろん模様もたっぷり入っためちゃくちゃ綺麗な靴下ですでこれがまあねいろいろあったんでしょうね一足一足っていうか片っぽしか残ってないんですよ。片割れはどこへっていう そのことも気になるしあのさっきのねひもなんだよひもかよわらの話の続きになるんですけどこの靴下の複雑な模様は複雑な色の糸が作っているわけですよもう何重にもグラデーションになっているたくさんの糸を使ってこの靴下を作ってるんですねで、さすがにその繊維質のものは こう滅びていくからこうなんかほどけてるっていうかこうちょっとすれちゃって糸がこう露出して模様じゃなくなってるところもあるんですけどでもそのおかげで一本一本の糸がどんだけ細いかもうびっくりしますよ。あんなに細い糸で「てえ手縫いですよねこれ」みたいな「機械ないしね」みたいな「えっ旗織り機あったのかあったのか?」 えそうか檻りは旗,旗があったかあのどっちでもいいですわその細い細い糸を何重にもこう仕込んで織り上げていくっていうでその糸は繰り返しになりますけれどもお蚕さんであったりその植物であったりっていう力を借りてここにあるわけなんですよね。ですのでその単にうん 靴下綺麗の奥にはもうどれだけの職人たちがそしてその職人たちが材料を手にするまでのその植物のお蚕さんの働きでその世話をした人とかっていうのがもうどれだけあるのかっていうそのすさまじく大きな働きの先にこの靴下があってそしてそれが大事に蔵の中で 保管されて、1000年後、1300年後の私たちが改めて出会うっていう奇跡と呼んで良いのではないでしょうか。えー、こういうものが焦燥院の宝物には普通にあるわけです。はい、それでは次の動画へ行きたいと思います。